ドラフトリーよし。さあ今日は第2戦おいしいコリアンズ対夕張メロンズです。実況は私川地直樹が川地直樹じゃねえよ。あ、違うのか。はい、まあね、新加入選手の紹介しつつじゃあやっていきましょう。そうだね、了解だね。早速やっていきましょう。漆黒の黒光ピキピキって言ってるでしょうね、今ね。はい、今言ってます。僕の新加入選手は、近藤。おい、近ちゃん。そしてピッチャーの山崎と。よっ、鶴岡なわけねえだろ。まあちょっと打線重視でみたいな。そうですね、これでもう抜け目をさらに。やばくね。しかし本田を、本田じゃない、内川を取られてしまったっていう、うん、そうだね、そういう現実がございます。あ、内川はいいんだ、まだ。あれ、まだいる。あれいちゃってる。なんで、あ、消してないわ。で、内川二軍にやってみましょう。はい、吉村ファーストファーストを誰にするかっていうことだよね。ファーストペロ、ペロ選手。ペロ、ペロス。サード中村晃さん。アキラ。ファースト晃。あ、できないのか。あれ、友崎。俺なんか、多分セーブが適当に交代した時に、あー、そういうことか。恭平が俺に渡しちゃった。やったやった。まあでも、本田さんとかもできるのか。あの、やっぱサードは松田さんの方がいいんじゃない。ペロス、ファースト。でもこれゲレロ4番で使えるのは結構でかいな。吉村さんどうしますか。吉村アキラ俺嫌いなのよ。あ、そうだ、合わない。あんま好きじゃないの、相性が。いや、本当はもっと打率ミート高いはずなの。うんうん、うん、確かに。そう、それまあいいや。ミート B ぐらいあっていいよ。強いもん、ね、うん、いいね、上林。いいなあ。あー、抜け目ないね。ちゃん6かな。おお。あー、でも5本でいいよ。これで OK ですね。やばい、超いいオーダー。やべえ、惚れ惚れしてきた。抜け目ない、素晴らしい。さあ、ピッチャー今日は誰でもいいわ。まあいつもね、なんか、うん、あ、でもとりあえず使っとく。石川さん。石川、あ、石川さんじゃない。あれ、誰取ったよ。俺、山崎さん。あ、そっか。モイネロでいいかな。いいじゃん、モイネロってあれじゃない。あ、カミネロか、それ。テンポ早く来てから待ちにくい。おー、うん、え、先発いっちゃう。よっしゃ、はい。さあ、新加入3選手いますね。まあ、清さん、舐めてる俺を打ち任せてくださいよ。とりあえずまずファースト山川じゃなくて内川と。おー、山川消すんだ。あ、山から内に、ね、そうで、でセカンド、友崎になってるね。うん、ああ、じゃなくて、鈴木大地。おー、新加入鈴木大地来ました。そう、結構いいな。あ、打撃が強い。打撃、そう、守備もいい。で、これ見えてないけど、補給も B。 うん、うん、いい選手、うまいね。そう、まあこんな一回取ろうとしてた。まあいいんじゃないですか。まあ、やつはこんなもんでいいかな。あ、完璧。うわ、選抜行こう。うわ、これやばいな。では、ピッチャーがマイコラスとメッセージ。うわ、やばいな。マイコラスを取った、ピッチャーマイコラスだけ。だけ。まあまあまあ、まあ千賀さんかな、今日はね。さあ、やばい、うん、マックス。オッケーです。それでは、行くぜ。スタート。いや、これ、よっしゃ、ここ腹見せますよ。負けられないぜ。ねえ、ノリが腹見せたから、ここ見せようかなと思って。今年のドラフト違うんだから。先頭バッターは大島。決まってストライク。あー、テンポ早い。嘘だろ、おい。あるぞ、これ。嘘だろ、おい。投げました。じゃあ、源田が嘘だろ。打っていく。オッケー、ナイスマッチ。今年のドラフトなんか違う。ナイスマッチ。2球、うん、ギータがね、ボールアウトコースへ。これは完全なボールだ。カウントワンボールワンストライク。第4球を投げました。危ないと。本当コントロールが悪い。投球これから5球目。やばいぞ、やばいよ。ノーアウト満塁。いきなり勝ち込め、勝ち込め。第9投げました。内角低め、スラーブ外れても先発適用がないからなのかな。ちょっと、あるあるの、うん、ボールわずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。あ、入らない、入らないよ。第5球投げました、打ちました。セカンドの右、ゲッツーコースだ。うわ、まあ、いて前、いて今のゲッツー、まずは1点先制。まあ、いてオッケー、やばいぞ。まあ、いて、あるぞ。スラーブはボール、ありえるぞ。第2球投げました、完全に外れた。コントロール悪っ。切りしたボール球、カウントは2ボールノーストライク。これはちょっと早々に投体もありえるんだ。見送ってストライク。第5球投げた、ストライク。おい、これですね。ギリギリのところ、よし、いっぱい。初球空振り、うわ、少し迷ったか。
そう、京平さんね、バッティング良くなってるからね、前より。第3球を投げた。そう。ボール。大きく外れました。カウント1ボール、2ストライク。長し打ち、うん、どうだ、くそ。ファルボール。投球髪型も変わってね。アウトドー、際どい球。気合入ってますから。カウント2ボール、2ストライク。見せてほしい。打った。うわ、くそ。めっちゃバッティング良くなってんじゃん。くそ、怖い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 。舐めてやめて。舐めてたらいかれますよ。第7球を投げた。うん、OK! ラスバチェイ、ラスバチェイ、2点目が2点目、ゴー、やばい、やばい、ゴーゴーゴー、あるぞ。第3回のリーグ、怖いぞ。やばい。え、いいか、聖一。え、嘘でしょ。投げた。ボール。めっちゃ打つじゃん。投げました。キレがね、ちょっと松井さんないな。ちょっと、松井さんが打ちやすい。流し打ち、決めていきます。ファール。追い込んでから第4球をアウトロー。うえーい、まあ、やばい。3の端式のストレートとは思えないね。回の、やばいやばいやばい、スタート切った俺、はい、これはやばいよ。見送って、で、線が絶好調。投げました、決まった。うえー、第3球をストレート投げました、打ちました。よしよしよし、セーフセーフセーフ。ここはセーフになるでしょう。へい、さあ、ここからさあ、かき乱していくぜ。第9投げました、ボール、うん、やっぱこう、今日はね、一塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球投げました、完全に外れた。ボール、カウントは2ボール、ノーストライク。一発を打ちました、うん、これは前に落ちない。戻ってない戻ってない戻ってない。なんでよ、押してくんなかったよ。あら、呪われた俺。ちょっともう呪われてるんじゃないか。初球空振り。やっぱり面白くしたいんだよ、多分。第2球投げた、このボールも空振り。バッターは追い込まれました。第3球を投げた、ボールがあるじゃん。 OK、 やばい、めっちゃ強くなってる。あるあるある、森友や、強くなってる。森友や、もうふざけてる場合じゃなくなりましたわ。そうだね。残念な、菊池さんがいるからね。怖いね。来た、岩崎。岩崎さん、第9、岩崎打ちました。これはサード、うん、これはセーフになりそうな打球。セーフでしょ、セーフ、 OK、 セーフでしょ。運まで味方してるやん。そうだね。鈴木大地、さあ、新加入鈴木大地。第2球投げた、そうやな、真ん中に決まった、ストライク、打ちました、ファールボールね。また左バッターってところがね、投げました、いいですね。完全なボール球、カウントは2ボール2フォーク、空振り三振。打順をトップに返って大島、投げました、打った、ファール。さあ、次の投球、打ちました、オッケー、バッティングいい。バッティングすごい。いや、読んでました。お前練習しただろ。しないしないしない、こっそりしてる。絶対こっそり練習して。投げました。スライダー、何それ。わずかに内側。練習してるからなんだよ。打ちました。ファーストゲッツーになるか。ロペス。でもまだチャンス。まあまあまあ、チャンスチャンス。三塁。そしてバッターはギータ。やべえ。投げました。初球決まった。ここ一本見せてほしい。投げました。インロー空振り。うわ、僕いいね。僕いいな。投げた。見逃し三振。うわ、入ってるか。素晴らしいボール。二回の裏、二点を追いかけます。本気らしいぞゲレーロ。先頭バッターは DH のゲレーロ。ソフトバンク対決しました。投げた、これも空振り。バッターはリード上手くなっている。やばいね、やばいって。投球はこれから3球目。このままいってくれるんじゃないか。やばいね、なにこれ、やばいぞ。え、投げた、ストレートはボール。余裕を超えていた夕張メロンズが投げた、インコース高め、いっぱいストライク。タイム、お、落ち着きます。本気出しましょう。ここから本気出すそうです。絶対勝つ。ここからね、ちょっと口数減ります。減ります。投球はこれから3球目。まあいいでしょう。その分僕が喋ります。インローへ。カウンター2ボール。フォークをね、やっぱ。第4球を。フォーク以外の球で打ちました。お、これはセーフになりそうな打球だが。記録。バッターは6番松田。どっちにシフトするかですよね。投げました。見送ってストライク。いきなり150キロ。スライダー系。第2球。投げました。ボールがね。ボール。カウント1ボール1ストライク。投げました。アウトコース高め、空振り。今回の強兵の攻めはね、一塁ランナー走った。割合的には。二塁送球はどうだ。バラバラ。成功。バッターは7番上林。こんな球を使い分けて。第9投げました。確かにいいね。対俺のピッチングしてる。うん。しっかりデータが取れてるんでしょうね。打った。ファールボール。はい、やる。ちょっと俺らもちょっとやばいぞ。第3球を投げました。内角高め。オッケー、ナイスゴー、ナイス。リードおかしい。超いい超いい超いい。
先行チーム攻撃に入ります。めっちゃ持て遊ばれてますよ。今の三振打ちましたボテボテのサードゴロ。サードから一塁送球。これはアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番丸投げた。初球見送ってストライク。対左打者 F というのがちょっと決まったストライク。これで送りました。これが高くなるかもしれないから。投げた打ったサード左への打球、うん、これもセーフになりそうな打球、足足足足足足ファーストセーフセーフ OK 運も味方につける、うん、投げた初球打ったセーフ、あくそ今分かったからボソおーアウトアウトアウト好フィールディングです今よかったね。3回の裏2点を追いかけます。3回裏メローに攻撃に入ります。ここでね1点取っておきたいですよね。これは引っ掛けただがこの線が取った巧みなり、ああやべやべ、そして守備も上手くなっている。危ねえよ川崎、なんか全てにおいてレベルアップしてますね。投げた初球から打ってったピッチャーが惜しい。ああこれはやばいうわー、運も味方につける、運ついてる運ついてるよ、すげえ怖いな。投げた、これは勝てるの今日ね。鈍いゴロ鈴木簡単、これは、はい、セーフ、セーフかセーフか、こういう打球多いですね今日。まずは一塁体勢タッチはセーフ。第9面白い試合決まったストライク、まさかの展開、誰がこんな展開を。第2球ランナー走ったストライクになった。キャッチャー二塁送球間に合うか、メローニ大事な、ここはやっぱり1枚上手ですね、追い込んで投げました打ちましたファール。第4球を投げました、インハイの直球はボール、カウント1ボール2ストライクが打ちました、うん、ここは1点を返していきます。夕張メロンズ見たいな、エンドライン素晴らしい、やばいっしょこれっすよ、これですよ、野球しましたね今ね。ツーアウトランナー2塁という場面でロペス、ひときわ大きな声援が聞こえます。スモールベースボール、2球目空振り、さあここで焦りたくないところ、投げました、うん、打ちました、当たり損ないセカンド、ここも守備範囲で1点差のまま、よしよしよし、あと何回あと2回あと2回か、4回に入ります。じゃあ打とう、バッターは内川、今日の第一打席はスイングアウト、打ちました、ショート左への打球、おかしいだろその打球、ボールを掴んだ一塁送球、あーラッキー、うわくそー、足バッターは8番森、第9球、さあ森友ストライク、初球ストライクから第2球投げました、岩崎も頑張ってるね、打ったに当たりだ、一二塁間の当たりアウト、体力ゲージが、これで2アウトランナーありません。左バッターボックスには鈴木、第1打席はスイングアウトの三振に倒れて打ちました、オッケー、いやこれはこれでアキラ、うわアキラ、今4回裏、4回の裏1点を追いかけます、ここで同点もしくは逆転しておきたい。先頭バッターは指名打者ゲレーロ、今日の第1逆にここを抑えればもう最終回が残っております。1球目ストライクから投げました、打ちました、ファールボール、追い込んでからゲレーロ投げた、外角低め外れてボール、はっきりしたボール球、カウントは1ボール2ストライクです。膝元、ここは三振、先頭バッター三振に倒れました、リード素晴らしいですね。第9ボール、第2球、さあ近藤健介投げた、打った、新加入、左中間のフライですが落ちないか、あそうだー、危ねえ危ねえ危ねえ、バッターは6番松田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました、あ、近藤じゃねえよ近藤マッチは、オッケー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 、取ってアウト、アウト、そして最終回に移ります、最終回、最終回、まさかこんな展開、よし誰が予想したのか、最終回はサファテがマウンドに上がります。第9投げた、初球を打ちました、ボテボテのショートボール、これもセーフになりそうな打球だが、あー、くそー、これでワンアウト、コーフィールディング、バッターは2番源田、投げた、スプリットはボール、ね、まずは外角締め、足早い選手、これはまさかね、この打球がね、怖い、スプリットいいサード、うん、いいな、松田いいな、スタート、バッターは3番柳田、今日はフォアボールと初球を打った、全部こういう打球、一塁へ送る、マッチーサードがさばいて、最終回裏、さあ集中だ、ここ抑えれば、抑えればいい、攻撃に入ります。トップバッターは上林、ここは出塁してなんとか上位打線につなげたい、勝利が待っています、バッターは代打本田、守られ続けた、投球これから2球目、見送ってストライク、正義に勝てます、バッター追い込まれました、素晴らしいボール、危ない球、変化球が生きてくる、第4球を投げた、打った流し打ち、うおー面白 い、 いやリードが見てて面白いですよね。第5球投げました、150ストレート、オッケーストレート、ストレート、素晴らしいボール、なんだこの神がかっている
投げました。リードアップ。ボール。第2球。投げました。すげえリードする。おお、いったー！同点ホームラン。やはりこの男が決めた。マジかよ今。そしてまさかのベンチにいた中村晃がここでホームランを打ちました。いや素晴らしいですね。マジか今ストレート1本待ってました。素晴らしい。今ちょっと抜けちゃいました。左バッターボックスは9番カーブだったんですよね本当は。あーそういうことか。抜けちゃいました。出たそのパターンね。投げました。おっとセーフティーバントだ。あーこれがボールを取るピッチャーから。ここで畳みかけてくる。よっしゃい。やばいやばい持ってかせてリーが出てきた。最終回川崎スタート。さよならありますよ。あーっとこれはシューセーフ。外野は浅めの守備を取ります。あるぞさよならが。第3球を投げました。1球外したボール。さよならのワンボールチャンス。セカンドランナー川崎ボールアウトローへ。カウント2ボール2ストライクです。内角空振り。うわーいらないことしたか今のは。さよさよボールバッターよく見ました、うん、第2球投げた、まさかの低め見送ってストライク。2試合続けて延長戦に突入するんでしょうか。投げた打ちました。レフトへ持っていく。これは手前に落ちてそして最後くっいくうれぇ夢は夢うれぇやってやりやっしゃよ。やはりこの男を勝てないか。うわ惜しかったな。マジで危なかった。惜しかった。でもパワープロ今まで一番楽しい試合だった。これ熱戦すぎ。いや惜しかった。超焦った。やばいね。超お前超強くなってるよ。立ってる。やばいよ。しオッケーオッケー。マジえぐっ。いや歴史はやばい。いい試合だった。いやいい試合だった全然。めちゃくちゃやらかしてる。9回まで最終回まで勝ってましたから。そう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 。追いつかれて逆転までされちゃいましたから。はい、ということで一生ありがとうございます。また次回お楽しみにしてください。チャンネル登録、高評価お願いします。よしお願いします。すごいわ。うわー惜しかったね。次回も楽しみに楽しみに。バイバイ。